私やっぱ向いてないんじゃないかなこの仕事。まだそんなこと言う。存在意義が分からなくなって、二階堂さんみたいに花はないし、三ツ矢さんみたいにダンス上手くないし。あー、仮面したまま外恥ずかしい。売れるわけなくないですか市村さん。仮面つけたままじゃ二階堂さんみたいに太客つかないし。市村には市村のいいとこあるから。じゃああんたに何ができんの？何で事務所にお金落とせんの？すごいんだってあの人。多分のし上がるためなら殺人だってできると思う。何言ってんだ。悔しいけど小戸川、チャンスだよこれ。何の？俺らこのまま行けば独身コースまっしぐらだぜ。あんな綺麗な娘さんゲットしたら大金星だよ。そんなんじゃないって。嫌いなのか？嫌いじゃないけど。好きなのか？好きってことも別に。嫌いか好きかで言うと、なんで白か黒で答えろという難題を突きつけるんだよ。ミスチルか、どっちよりかを聞いてるんだよ。まあ好きよりかな。どれくらい？何が？好き度のサイズ感的に米国のサプリくらい。あれしょ、デカミじゃん。今日のことは忘れてない運転手さん。曲がりなりにも表に出ることだから。オーセンティックなバーテン並みに心得てるよ。意外と話聞いてるやつじゃんそれ。